リピーターを使って演奏回路を作りましょう。まずスタート部分にブロックを置き、その上にボタンを乗せます。スタートを中心に右へリピーターを4個置きます。レッドストーンパウダーを縦に4つ伸ばします。次は左を向いてリピーターを8個置きます。レッドストーンパウダーを縦に4つ伸ばします。今度は右を向いてリピーターを8個置きます。これを繰り返してジグザグになるよう配置します。リピーターを設置した後1クリックします。変更がある場合はリピーターの上に数字を書きますので、その分クリックしましょう。リピーターとリピーターの間には音ブロックを置きます。音がない場所は何か別のブロックを置きましょう。動画の後半で数字が書かれた音ブロックの画像が流れます。数字の色は音ブロックをクリックする回数、色は下に敷くブロックの種類を示しています。緑は草ブロック、オレンジは木のブロック、白は石ブロック、黄色は砂ブロック、水色はガラスブロックです。この回路はアレンジして楽しむこともできます。緑の数字とオレンジの数字の下に境界ブロック、粘土ブロック、金ブロック、ウールブロック、骨ブロック、このどれかを置くことで楽器の音を変えることができます。自分だけの組み合わせでアレンジに挑戦してみてください。最後にスタート部分のボタンを押すと演奏が始まります。以上がリピーターを使った簡単演奏回路の作り方です。次はオートブロックに数字が書かれた画像を流していきます。一時停止しながらご覧ください。どうもこんにちは。本日の担当はアンズです。よろしくお願いします。さて今回の曲はボーカロイドよりバルーンさんの雨がペトラです。シャルルでも有名なバルーンさんの曲です。 V フラワーというボーカロイドを使ったスタイリッシュな PV の曲ですよね。ちなみにペトラとは中東アジアのヨルダンという国にある世界遺産の名前なんだとか。なるほどな。この曲の元々の BPM は195というものすごい速いテンポなので、リピーター式だとちょっと遅く聞こえてしまいます。本当は粘着ピストン式回路という BPM200 で鳴らす回路もあるのですが、これは PC 版以外だと正常に作動されないので今回は割愛。気になる方はアンズの Twitter で簡単な説明をしているのでそちらをチェックだ。というわけで短いですが今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。音ブロックがあなたのワールドをより魅力的にします。興味のある方はチャンネル登録をお願いします。またこの解説動画は質問や曲のリクエストを随時行っています。ぜひコメント欄にお書きください。